どうもキャラバンストーリーのダイブです。本日はですね、我々、茨城の大洗に来ております。天気めっちゃいいです。でこれから大洗の磯前神社の方に、行きたいと思います。大洗磯前神社です。すごいね、でかい。頑張れ。ないや、どうでした？パワーもらえた？多分もらえた。もらえた？もらったもらった。神様が降りた場所、初めて上陸した場所、朝日とその海岸にあるその鳥居ね、撮れればすごい綺麗らしいんだけど、ちょっと予定上ねうまくいかなくてね。うまくいかないっていうか、結局ほら朝撮るってなるとね、そうだね。あそこら辺でほら車中泊してもいいっていうか、できるって書いてあるけど、トイレがすごい汚かったりなんか、あとあんまり治安も良くないっていうなんか記事見たんで、それはやめました。なんで昼間見てきました。まあ、昼間でも十分綺麗だけどね。道なりです。天気もいいし。そうそうそう。よかったよ。ね、どこだっけ？阿字ヶ浦の方に戻って、RV パークにチェックインしたいと思います。じゃあ。全部覚えてお願い。歌うなら全部覚えて。そんなね、わかんない。すごい、サーフィンしてる人いる。寒いね。寒いだろうね。でもやるんだろうね。好きなんだろうね。
ピッ。坂面磯崎神社、ここもなんかね、パワースポットってことでね、いいっす。磯前だって磯崎じゃなかった。まずここもパワースポットっていうことでパワーもらいに来ましたね。パワーもらえてる、もらえてるよ、すごいもらえてるよ。若くないから、ね、体若くないから。それもいた、携帯にぶつけた。それは知らない、それ分かってるじゃん、はい、そうだね。当たりますようにとこ参拝。参拝。金運の守りを受ける。幸運の亀を撫でるって。亀を撫でる。撫でる。はい。よーし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 。楽しい。